リボルタグリフォは、イタリアの自動車メーカーイソが1965年から1974年まで、生産した2座席のスーパースポーツカーである。シボレ AV8 エンジンを搭載した2プラスに、スポーツクーペリボルタ GT の好評を受け、追加モデル投入を考えていたイソの創業者、レンツォリボルタの求めに応じて、元フェラーリのエンジニアジオットビッザリーニがシャシーを、開発。 ベルトーネのチーフデザイナーになったばかりのジョルジェット、ジュージアーロがボディをデザインし、1963年の鳥居のショーにクリフォ、クリホ AA3L、クリホ A3C としてデビュー、その美しいデザインと、精緻な写真設計が賞賛された。クリホは2年後の1965年に生産化に移された。イソが生産したのは、a 3 l の生産型である、 シボレーコルベット用 5400cc300 から350馬力を紡ぐリフォジーエ l ルで最高速度は時速 275km に達した。一方のビッザリーには1964年のルマン24時間レースで14位に入賞した A3、C を生産か22台を生産したところで両者は他元を分かつこととなり A3、C の生産は打ち切られた。 1968年には7リッター版が追加された。ボンネットには大きなエアスクープが作られ、コルベット7リッター用435馬力 5800rpm エンジンを収容し、最高速度は当時世界最速の時速 300km を誇った。1970年にはマイナーチェンジが行われシリーズ2となった。ヘッドライトが半角の式となり、 わずか四台ながら、タルガトップ式のオープンモデルも生産され、7リッターに変わる最速モデルとして、キャンアムが追加された。キャンアムは7リッターほどは速くなかったが、極めて希少、快適、そしてネイ毛なスーパーカーとして、今日でも高い評価を得ている。1972年、イソシャは使用エンジンを、ード性に変更、IR-8 となった。 5769cc325 馬力の、このモデルは最高速時速 255km に止まり、シュボレーエンジン時代の正規を失ってしまい、1974年磯の倒産とともに消滅する。生産台数はシリーズ I が322台、2が78台の、計400台で、うち90台が7リッターである。 またシリーズ2の5速ミッション車は23台、キャンアムのタルガトップは1台しか生産されておらず、とりわけ希少価値が高い。1990年代に入り、マルチェロガンディ2のデザインでグリフォーを復活させるプランが立ち上がったが、結局実現しなかった。ありがとうございます。